どうもメンディーです。今回のムーブオンはここ佐伯雄三アトリエ記念館を出発地点として、下落合目白近辺にある、未だに残る歴史的な建物をちょっと巡ってみたいと思います。まさにアートな旅。私たちが今いるのはこの赤い屋根のとこだね。で、このあとこっちの縦長のこの窓のアトリエの方に足を運びたいと思います。あーでもあ、私すごくこのこれは奥様の絵か、米子さん亡くなる直前遺作だって。この方はほらご主人にもお嬢様にも立て続けに同じ時期にね先立たれてしまって、いろんなもの抱えて最後にこの絵で、私のこの紫がなんか印象的。なんだかタイムスリップをしたような感じ。こっちにあるのが昔のここの写真でしょ。面白い。ずっと今日ここに来る間下落合の街を歩いてきたけど、もう100年近く前の景観って、この100年って大きいね。人の手で変えてしまったね。ここに人がいたんだよね。そうだね、ここで描いてたの。ねえ、ここでこの作品を生んでいたっていう。さっきの大窓。当たり前だけど、外と中からと全く違うものだね。2段になってたでしょ、天井が。低いところと、ここ筒抜けになってるところ、
それがあることによってなんかすごいよりこう立体感とか奥行き感が増すよね。どこ？どこ？トキワ荘。ありやして、ありやして。トキワ荘、いっぱいなし。跡地？ないの？もう。私、全然漫画とか読まないから、わかんない。一応、さっきの、記念館の近くっていうことで行ってみましょうっていうことになったんだけど、跡地ってことはないの？まあ、こんなちっちゃなところに住まれていたのね。あ、違う。なんと昭和57年ということは1982年にはもう解体をされていた とのことらしいです。ここがその跡地。なんで残しとかないんだろうね。今と違うのかな、また見方が。皆さんご存命だったりもしたからか。もう皆さんは本当に日本っていう次元じゃなくて世界的にアニメーションでもう時代を築いたね。そう、全然漫画とか興味ないけど、でもやっぱすごいなって思うもの、この私でさえ。さあ、ちょっと歩いて。これから中村常アトリエ記念館に参りたいと思います。住宅地の中なんだよね、本当に目白の。ここですね。素敵でしょう。さっきもあったけど、やっぱり文化人がたくさんこの辺りは住んでいたのね。入りたいと思います。すごい。わあ、すごい。床に絵の具の跡が残ってる。中村常さんのアトリエのここは実は復元ということで、数年前に一度アトリエそのものを解体して、その廃材の中から使える部分をまあフルで活用して、再度こういうふうに建築し直したということなんですけれども、もう設計自体は忠実にその頃を再現しています。で、この床の木材も本当その当時のそのままで、ペンキもね、跡が残っていますね。で、そして向こうのその実際に本人がベッドルームと、いや今リビングとして使われていたところの窓ガラスなんかもその当時のまんま、窓の木材も歪んでいたりして、またその
ガラスの歪みがその頃にタイムスリップさせてくれるというか、知らないはずの過去にタイムスリップさせてくれるような、そういうなんかトリップ感じました。ここで晩年を過ごされたということなんだけれども、まあ、自分の死期を分かっていながらずっと書き続けた。やっぱり作品っていうのはその空間と感性、それで光が一致した時に、その全てが合わさった時に生まれてくる。それは多分音楽なんかも一緒だと思うんですけども、一体このアトリエで何を思いながら最後天に召されたんだろうって、私はすごくなんか、気になって仕方がないけど、でもなんか思うのは、この明かり、差し込む明かりがとても心地がいいです。最後こういう温かい明かりの中に、光に包まれて天に召されたのであれば、とても幸せな最後だったのかもしれないなって、そうであってほしいななんてなんか思うくらい、私もなんかすごく温かい気持ちに今このアトリエの中でなってます。とても心地がいい。荒々しい異色の作品です。落合のアトリエに移る直前に制作された作品。モデルを依頼したロシア生まれの文筆家、音楽家ワシリー・エロシェンコを伴い、常に来ました。目白聖公会、やっぱりそのこういった文化が日本にはもちろん昔は一切なかったわけで、それをまあ海外から海を渡ってこういう文化が持ち込まれて、やっぱり日本の色じゃないっていうか、ステンドグラスとかもやっぱり西洋の美しさっていうものが色濃く出てますよね、こういうステンドグラスとかには。やっぱり昔のね、あの日本の人は特に貴族の方、上の部類の人はね、恐れたと思いますよ、こういう、今まで見たことないわけでしょ、こういうものを。本当に従来日本にあるそういう文化がそれによって失われちゃうんじゃないかなって恐怖もあったと思う。だから歴史的にまあね、そういう悲しいこととかもあったり しましたけど、クリスチャンは。でもやっぱりそういうことじゃなくて、美しいものは純粋に美しいでいいと思うな。私は本当に無宗教で、
何を信仰してるっていうものではないけれども、やはり それぞれの、まあ、自分を、ね、支えるためのいろいろ宗教信仰があるわけで、こういう美しい世界観に本当に純粋に美しいなと思って心惹かれる人がいてもやっぱりおかしくないし、私はなんかこういうキリスト系統の装飾品とかを見ると本当に単純に美しくて心が奪われます。そして賛美歌がとても好きなので、オルガンの重厚感とか、オルガンじゃないと出せないああいう神聖な感じとかってやっぱあって、それをねうまく60年代とかに入ってくるとイギリスとかでロックでねそれを取り入れたりっていう、そう考えるとやっぱり宗教音楽も今日のポップスに至るまでには必要なプロセスだったんじゃないかなってとても思ったりするんです。せっかくこうして中を撮らせていただくことができたので、皆さんにも少しでもここの聖光堂の美しい作品の数々お届けできればなと思います。希望